い、ムチ TV のムチです。本日ご紹介する商品は超テックさんの商品のご紹介です。はい、こちらドン。はい、超テックさん、モデルナンバー T516 のですね、3コイルある、今回もですね、地位対応のスタンドになります。商品中身はですね、今早速つないでるんですけど、こういう感じ、これが、商品になります。アルミ製のね、しっかりしたちょっとアップル製品のようなスタンドになってます。で、もう角度とかは余計なのは変わらないんですけど、しっかりねラバーゴムがついて、本体置くとこねラバーゴムがついていて、安心感があるものになってます。タブレットとかね、対応のタブレットとか対応のスマートフォンをお持ちの方は、縦に置いても横に置いても、ここにコイルがね1個2個3個あって、こう距離が変わってもね、ちゃんとしっかり充電できますよっていう3コイルタイプの製品になっているみたいです。あと今この見えてる太めのね、しっかりしたマイクロ USB のコードが付属されています。じゃあ早速ね、こちら前回と同じようにパナソニックのチー対応のね、エネループ充電器を置いてみます。これね、縦にして、ね、置いてみましょう。置くとここにインジケーターがあるんで、まずつきます。はい、でこちらもつきますっていう感じですかね。置くとつく、でこれもつく、はい、これで充電開始っていう感じで、置くだけで簡単に充電ができるという地位規格の商品でございます。でね、今回の商品ちょっと気になった点は、ここの横ね、これなんか後ろ側に刺すようにして、あのケーブルが目立たないように後ろ側に取り回せたりしたらいいんだけど、横の目の前に飛び出ちゃってるんで、まあ邪魔だっちゃ邪魔かもしれないけど、気にならない人は気にならない。せっかくこんなにかっこいいデザインだから、この USB のケーブルがさ、この後ろ側に刺さって、前に紹介したスタンドみたいにね、こう違うメーカーさだけど後ろに行ってスマートにね、できれば表がスッキリして置けるみたいにしたらよかったのかなと思ったりしたりしましたけども。でこちら表面はね、もうすごい見て自分が映っちゃうぐらい、この鏡調のメタル調の、超テックって入ってある、これね保護フィルム剥がしたんですけど、すごい指紋がかっこいいんだけどね、指紋が俺みたいなめっちゃついちゃう。うん、でもまあね、おしゃれはおしゃれね。はい、でここのラバーのところはもうしっかりしたラバーなんで、滑り止めラバーになってるんで、先ほどみたいなのも置いてもずれ落ちない感じになってます。はい、なんで横置きで例えば、iPad とかね、対応してないものだけど、例えばこういう風に置くことも可能なんで、スタンドとしてもね使うことができるんじゃないかなと思います。はい、ただ今こうやって置いてみて気づいたんだけど、こうやって置くじゃん、今聞こえる？このシャリシャリ音、こっちがアルミで、ここに何もね、あのまあそうペタってつけなきゃいけないからしょうがない、やむないかもしれない。ここに少しだけ、ここにぺったりくっつかないように、なんつうんだろうな、それこそこっちと同じシリコンのゴムみたいな貼っといてくれればね、なんか今みたいに例えば地位対応じゃない iPad とか置くときもなんか安心して置けるのかなって今思いました。はい、本日ねご紹介した商品はということで、こちら、はい、超テックさんのモデルナンバー T516 の、ワイヤレスチャージャー、地位対応のワイヤレスチャージャーのご紹介した。とてもねかっこいい商品、あんまりこういう商品がねスタンドタイプの地位対応のスタンドってないんで、ぜひよろしかったら、下の概要にねいつものように Amazon のリンク貼っておきますんで、チェックしてみてはいかがでしょうか。以上、ムチ TV のムチでした。